ントレーザーを受けてみろ。ジレバーに間違いない。サルさん、地下に逃げよう。そのペンダントを捨てるんだ。小太郎さん、これはあなたがくれたのよ。わかってる。だから頼んでるんだよ。いや、これは私の誕生日の贈り物よ。そんなこと言ったって、あいつはこれを狙ってるんだよ。そんなことわかりっこないわ。ごめん、実はエジプトの伝説ではそうなっていたんだ。小太郎さんは伝説を信じる？そういうわけじゃない。しかし、この通り奴が追ってきてるじゃないか。間違い。私はどんなことがあっても話せない。これはきっと私を守ってくれるお守りだわ。沙織さん、あのビルの地下に東と沙織さんが閉じ込められてるそうだ。二人は援護する。はい。なんでまたこんなことになってしまったんだろうな。無駄口はなしだ。攻撃に移る。いい感じした。はい、準備完了。沙織さん、しっかりするんだ。大丈夫か。やっぱりあいつがジレンマです。おう、東、無事だったか。よし、ナパーム攻撃で奴を焼き殺してやるぞ。
ダメだ。ジレンマにはナパームも決めがない。沙織さん、今度こそこのペンダントを捨てるんだ。いや、孝太郎さん、このペンダントが本当に私を守ってくれるお守りであることを確かめてみるわ。沙織さん、危ないじゃないか。沙織さん、バカな真似はやめるんだよ。たとえこれがお守りでも、君が命を捨てるようなことをすれば、それはお守りにはならないんだよ。止めないで。バカ。君はどうして僕の言ってることがわからないんだ。ごめんなさい。これが伝説通りのエジプトの死だったら、孝太郎さんはザットからもみんなからも悪者扱いされてしまうわ。なんだって。それじゃあ君は、私の方からジレンマに近づいたのなら、私が死んでも生きてもあなたには迷惑がかからないで済むと思ったの。ありがとう、沙織さん。でも俺は自分で撒いた種は自分で刈るんだ。あの怪獣は俺の手で倒してやる。さあ、ペンダントを。沙織さん、避難するんだ。タロにスーパーアルカレー液をかけるんだ。待ってました。ザットの化学分析の結果、ジレンマからはビルも溶かしてしまうほどの強い酸が検出された。そこでザットは酸とアルカリの中和作戦を取った。